丸山敏郎は、新州白馬八方温泉白馬層の支配人。ラグジュアリートラベルガイドアワードの、ホテル支配人、世界一受賞者世界第一号。2020年東京オリンピック聖火ランナー。日本大学小学部卒業後、有名、テーマパークアトラクション船長、オーストラリアビーチリゾートワーキングホリデー、六本木ヒルズ外資系証券会社のプライベートジム。 英語インストラクター等の経験を経て、2009年白、うまそう支配人に就任。2012年10月、経営する白うまそうが、旅行業界のアカデミー賞と称される、ワールドラグジュアリーホテルアワードで日本初となる、グローバルウィナーを受賞し、ラグジュアリースキーリゾート世界一の称号を手にして、注目を浴びる。受賞後、新州情報誌、クーラのコーナーで、長野県知事、 安倍森一と対談。その土地ならではのものこそが世界が求めるラグジュアリーであり、長野県はアジアで一番有望なマウンテンリゾートであると提言。2013年より、株式会社生活の記者長十 A ただしやパタゴニア日本史社長、辻井孝之、世界、不思議発見。ミステリーハンター末吉里からと共に、これからの時代のラグジュアリーを提唱するラグジュアース。 プロジェクトのフィロソファーとして活動。国内 SDGs ムーブメントの先駆けとなる。2014年9月より、長野県白馬高校の特別非常勤講師として、観光英語を担当。日本で初めてとなる国際観光化新設に尽力する。2015年3月10日放送の長野朝日放送 O、新州人に出演。2016年11月7日、 ロンドンで開催された、富裕層向け旅行誌ラグジュアリートラベルガイド主催のグローバルアワードセレモニーにおいて、世界第一号となる、ゼネラルマネージャーオブザイヤーのグローバルウィナーを受賞。2017年2月10日放送の日本テレビ、ニュースエブリーで、浜口京子に、おもてなしを指導。2018年、国際的ホスピタリティ検証、ワールドワイドホスピタリティアワードに、日本人で、 初めてノミネートされ、同年11月7日、パリで開催された受賞セレモニーにおいて、ベストホテリアー部門のグランドファイナルに進出。世界トップ3となり、ベストホテリエファイナリストを受賞。2019年12月、高校生と協力して持続可能な観光地づくりが評価され、東京2020オリンピックパラリンピック聖火リレー、長野県実行委員会により2020年、 東京オリンピック聖火ランナー候補者として内定し、東京2020オリンピックパラリンピック競技大会組織委員会により選定。2021年4月1日、東京2020オリンピック聖火リレー、長野県白馬村の第一走者を務める。宿泊事業のから、白馬村で開催されている国際スポーツ大会や公式イベントのアナウンサーや MC を務め、 元フリースタイルモーグルの上村愛子や、ノルディック複合の渡辺明人と,と親交があり、数多く共演。ジャパンタイムズでは、マルチタレントとして紹介されている。2014年10月、トラベルジャーナル10月13日号関東特集、変わるラグジュアリーの概念、そこにしかない価値体験の提供を。2016年4月から2017年3月、 トラベルジャーナルコラムビジネスパーソンの日々雑感2016年10月トラベルジャーナル10月10日豪関東特集外閣受け入れの創意工夫2020年12月トラベルジャーナル12月14日豪関東特集富裕層誘致を考えるありがとうございます